この方とこの方はこの方です。あ、はいはい、私はそっちの方。それはあの、この説明ですよ。ラインがあるからね。でも、まあ、でも、こう、毛を渡っていくわけですよね。あの、雷も。雷は行って帰ってくるんですよね。いや、雷というのはね、下から、あの、下に下がる場合ね。君主が下に下沈む場合のことをですね、雷というんです。あ、上のものが下に来ること。そうそうそう。で、あ、下のものが上に上がるのをというわけです。あ、じゃあ、真逆ですね。そうですね。はい。あ、いい。その王というのはですね、うん、どちらが来てもいいんだよね、対応してる。下の者が上に行っても王だし、上の者が下に来ても王ですね。王の関係。ああ、王の関係はね。そうですね。ここで言うですね、雷や王はね、上の者が下に行くことをですね、外気より内気に行くことを、王。あ、それ、それで、あ、雷ですね。下から上に行くことを王と。ああ。うんうん、じゃあそれで漢字がちょっと違うんですね。そうそう、うん、わかりました。それ何度も出てきますからね。出てきますね。へえ、面白いですね。面白いというか、